はい、ナズです。今回紹介するのはレゴやメガブロックをこんな風につけてこのまま壁に貼ったり、そして波のように動かしたりすることができるテープ、フロッテです。ブロックの出っ張りの間にちゃんとガイド線がついてるので、この線に沿って好きなところで切ります。こんな感じですね。で、この白い部分を取ればこんな風に壁につけることができます。あとはミニフィグなど好きなブロックをつければ OK です。で、もちろんこのまま剥がすこともできます。ちなみに貼ったり剥がしたりで粘着力が弱くなったとしても、水で洗えばもう一度使えるようになります。これは後で一度やってみようと思います。軟質の樹脂素材なのでブロックがすっとくっついて取るときはさっと外れます。この微妙な抵抗感がちょうどいい感じです。なので、こんなにミニフィグをつけてこうやって揺らしたとしても落ちませんけど、取るときは簡単に取ることができて、また簡単につけることができます。もちろんミニフィグだけではなくて、ワニやサメもちゃんとつけることができます。それでは、こんな風に全くつかなくなったブロッテを一度洗ってまたつくようになるのか試してみたいと思います。わかりやすいようにここにマークをつけときます。ナオズの N です。ボウルに水を入れてます。ただの水道水です。ここでこれを入れて洗ってみます。こんな感じですかね。で、洗い終わったらこれを乾かします。乾かしました。表面にはちょっと水が残ってますけど、裏面はしっかり乾いてます。この状態で下にくっつけます。それでは剥がしてみます。ちゃんと粘着力が戻ってますね。ちなみにこの状態でこんな大きなクレーン台もつけることができました。ただ落ちたらバラバラになってしまうので、いろいろ試しながらやる必要はあると思います。またこんな風に山みたいな感じにして、上をミニフィグで遊んで、下をトンネルとしてレゴの車やトミカを使ってこんな風に遊ぶこともできますし、そのトミカにこうやってミニフィグをつけて遊ぶこともできます。ミニフィグもいろんな種類がありますよね。で、トミカもたくさん種類があるので、自分の好きなトミカとミニフィグをセットにしてもいいかもしれません。もちろんミニフィグじゃなくてもサメだったりヘリコプターをつけようと思えばつけられます。また壁を使えばこういう段違いスロープや川や滝を作って船で登らせる条件遊びもできそうです。また遊び以外では2人の思い出の写真をこんな感じでデコレーションしたり、少年の頃のあの懐かしい思い出をこんな感じで飾ることもできます。またこういったインテリアにメガブロックのミニオンで装飾することもできます。ブロッテにはこの6色があって、それぞれに横幅2ブロックの1メートルのものと2メートルのもの、そしてこんな感じの横幅4ブロックの2メートルのものの3種類があるので、全部で18種類があります。なのでレゴをプレゼントするなら一緒にしてもいいと思いますし、今持ってるおもちゃやインテリアと合わせても幅が広がると思います。以上、タカラトミーアーツのブロッテを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。